おはようございまーす。ディレクター、回しまーす。ポケモンウルトラブ実況プレイ、久しぶりです。お久しぶりです。いやー、久しぶりにね、ウルトラ3文に、私が帰ってまいりました。しかし、帰ってきたのはね、ウルトラムーンじゃないんですよ。そうです。先日、私、ポケモンクリスタルをね、リトルカップ縛りということで、ほとんどまあ進化前みたいなもんだね。そのリトルカップのルールのみのポケモンでクリアするという縛りを、ライブで無事クリアすることができました。そしてね、今回、ウルトラムーンにこのポケモンたちを連れてきて、クリスタルのポケモンは、今のウルトラムーンの環境についてこれるかというわけでね、この企画をやっていきたいと思います。まあ、今までね、戦ってきたクリスタルのポケモンたちストーリーで、戦ってきたポケモンたちなんで、まあ、普通に考えて同じポケモンなんですよ。大丈夫、勝てっからね、というわけで今回、まあちょっと、この、連れてきたポケモンたちで、ちょっとね、戦っていきたいと思います。じゃあ用意しようかな。はい、というわけで、準備できました。今回ちょっとルールとして、バトルツリーで、ノーマルコースっていう、まあ、レベル50以上はそのまま使えるよっていうルールをちょっとさせていただきたいと思います。ちょっとさすがにね、その来た当時の強さでやりたいんで、ちょっと今回は、ちょっとレベル50オーバーしてるポケモンちょこちょこいるんですけど、ちょっとこれを勘弁してください。ノーマルコースでちょっとさ、今までのポケモンってそのまま連れてきたんで、ちょっとこのまま戦ってみたいんで、今回はちょっとそのまま我慢ルールでやらせてください。なので敵が50、さあ、楽しみだな。クリスタルのポケモンたちどんぐらい活躍してくれるんだろう。いくぜ。3対3、シングルバトルでいきますよ。ダーティング、知らないポケモン来たぞ。お前ら勝てんのか？いけー、せーの、小魚！いけ、小魚、頑張れ。レベル。圧倒的不利なんですけど、もう圧倒的不利だよ。もう小魚圧倒的不利だよ。あ、いけっから、小魚。見せてやれ、お前の Z パワー見せてやれ。いけ。いけ、小魚。エリちゃんと共に泳ぎましょう。さあ、いけ。いくぜいけいけいけ、大丈夫大丈夫。全力の Z スーパーグラトルネードで。いけ、お前の底力。これが新たな要素よ。新たに得た力よ。これが小魚が。いけ、あはは、はぁ、あ、やばい、葉っぱカッターだ、やばい。何、勝手に死んだんだけど勝手には知らねえ勝手には知らねえんだよ、このゲームよ。塩、いけ塩。塩そこそこでもレベル50以上あるからね。普通に決勝解放者あるしな。いけ塩、解放者。いいよ、かっこいい、かっこいい。ダーティングがいけるじゃんもう、いや、体育から塩、よし、勝てる、いいぞ塩いけー、燃えろ、いいねどうなってんだよこの戦いは知らんやろ。うわ、エピカだよ。くそ、舐められてんぞおい。塩バカにされてんぞお前。大丈夫しよう、行けっから。なめんな、行け。おお、かっこいいよ。かっこいいだけじゃねえかよ。クソザコじゃねえかよ。いや、余裕余裕。しよう。わーピカチュウを倒してくれる活躍をしてくれました。さあ、行け、男梅。体育からんなもの。よっしゃー、翔子、かっこいい、いいよ、自信、おぉ、おぉ、おぉ、すげえやるねえ先が見えたんだっけ、ね、耐えるから、ほらなんで負けなあかんねん、まずはこの問題ちょっと、こんなんで負けるとか初めて見たわ。初めてやったわ、これで負けるとか。
こっこからの3体はさっきみたいにいかんぜ。シュバルゴ知らないポケモン来たな。いけ、無敵丸、お前の強さ見せてやれ。いけ、おお、いいぞ、かっこいい。さあ、こっからや。レベルは61。かなりレベル有利よ。呪いと、異彩を放つ呪いと剣の丸。いるこれ二つ。なんで二つ言いとんの、異彩を放ってんぞ。めっちゃ異彩が放ってんだけど、二つもいる。送ったままだからな。いや、いけっから。無敵丸、お前の無敵っぷり見せたら、いけー。皆さんご一緒に、せーの、スバルタ うわ、強っ。マジか。やるねー。無敵まで、やっぱり翼で撃つが強すぎるぜ。これで数々のリゾのポケモン殺してきたんだな。行くぜ、翼で撃ったー、せーの、ほい。あ、やばい。マジかよ。無敵まで、お前、剣前積んだのに。うわー無敵まで。あー。ハグロちゃん、いけ、ハグロちゃん。かわいい、ちっせハグロちゃん見せてやれ、お前の。いくぜ、ハグロちゃん。今度はエリちゃんと共にポーズを取ろう。みなぎるように足を曲げて、Z のポーズ、足が静的。いくぜ、ハグロちゃん。いけこいつマジで本編活躍したからね。スパーキング、これが新世代の力よ。いっけー、うわーおい、あー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 、もうほら、ハグロちゃんおーい、活躍してくれ、もう少しお前らは。せめて一回ぐらい勝とうよ。ね、せめて一回ぐらい勝とう？ね。一回ぐらい勝とうぜ。いくぞ。ニンピア。いやー、強いポケモン来たな。いやー、きついかな。一回ぐらい勝ちたいね。せめて。攻撃力高っ。いいぞ。翼で撃ったー。いいねー。かっこいい。強っ。マジか。いけるでしょ。いくらなんでも。はじけの方がラッキーラッキー。ハグロちゃん頼むぜ。いくぜ、ハグロちゃん。エリちゃんと一緒に足を曲げていきましょう。いけ、吹き飛ばせー。またしてるよ。今度はどうだ。ハグロちゃんのスパーキングギガボルトじゃ。9コンなんと吹き飛ばしてくれば。おぉあり余る力だ。足らねえじゃねえかよ、もう。頼むぜ。でもいける。いけるね、これ。たたり目耐えればいい。たたり目耐えんのかな？ナイス！よく耐えた。よっしゃー、ハグロちゃんよくやったー、かっこいい、やるじゃん。またこいつかよ、ほんとこいつ出てくんな、やだわこいつ嫌い。よチーム、もうまたこいつ眠らせてきそうだ。もうね、ムシャーナどんだけ好きなんだよ。ムシャーナ嫌いになりそう、この動画で。よーわほら、またこれね、オッケー、ナイス、かわしていく、いけしよう、噛みつく、避けろ、あーはー、無敵丸で、せーの、つまらせる歌やったー、やった嬉しそうだな、ほんと。はい、というわけでね、クリスタのポケモンたち、このままではほとんど戦力になりませんでした。いやー、でも一生できたね。なんだよ、これ。いやー、まあね、正直ね、こういう感じで、なんか時代の壁越えるのは楽しいよ、でも言うて。じゃあ今回はこれぐらいで動画終わりたいと思います。
またね、ポケモン動画とか上げるときになったら、またその時よろしくお願いします。では、今回はこれぐらい失礼します。ありがとう。